こんにちは、こんばんは。自動売買でトレーダーをしながら、増えた資金で金や株、暗号資産などを運用し、シドニーでセミリタイアしています、ウタと申します。私の動画は推奨するものでも何でもなく、独断と偏見でお話ししていきます。あくまで投資ですので自己責任で、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。今回はリミックスダウの3月の月利結果を発表していきます。リミックスDAOは自動で DEX と接続し、インパーマネントロスを回避しながらファーミングできるシステムを NFT にして提供している会社なんですが、まず NFT を購入します。本来ファーミングで出る利益の還元率がプランによって変わる仕組みで、2万ドルで 100% 還元、1万ドルで 90% 還元、5000ドルで 80% 還元、3000ドルで 70% 還元、1500ドルで 50% 還元、こんな仕組みになってます。私が持っている NFT ライセンスは1万ドルです。なので本来もらえる 90% がもらえているので、参考にしてみてください。 NFT を持っていればいつでも好きなタイミングで通貨ペアを選んで WETH や ARB を入金すると、 LP が自動で組まれるので元本ロックなしのファーミングができる仕組みです。入金も出金も元本分の出し入れも自在で、数秒なのでびっくりします。一度間に運営等が入っておらず、リアルスマートコントラクトになってます。ちなみに毎日の配当に関しては WBTC というイーサリアムブロックチェーン上で利用できるビットコインで配当がもらえるので、ビットコインの価値が上がっていくにつれ、資産価値もさらに上がる仕組みです。では早速月利を見ていきましょう。WETHUSDC は月利で 4.7% という結果でした。例えば分かりやすく100万円運用していたら 4.7 万円、1000万円運用していたら47万円が1ヶ月で増えたという計算になります。 ARB と USDC は月利で 5.7% でした。こちらの通貨ペアは先月も利回りが高めでしたが、今月もバリバリ安定的に報酬をくれました。例えば分かりやすく100万円運用していたら 5.7 万円、1000万円運用していたら57万円が1ヶ月で増えたという計算になります。 WBTC と WETH は月利で 1.4% でした。インカムゲインこそ少なかったものの、こちらのペアはステーブルコインが含まれていないので、暗号資産の価値が上がると同時に元本分の価値も上がります。例えば分かりやすく100万円運用していたら 1.4 万円、1000万円運用していたら14万円が1ヶ月で増えたという計算になります。 WETH と ARB は月利で 6.7% でした。3月に一番利率が良かったペアでしたね。これは素晴らしすぎます。こちらのペアもステーブルコインが含まれていないので、暗号資産の価値が上がると同時に元本分の価値も上がります。例えば分かりやすく100万円運用していたら 6.7 万円、1000万円運用していたら67万円が1ヶ月で増えたという計算になります。こんな感じの月利結果でした。ちなみにビットコインの話なのですが、2023年からアメリカ証券取引委員会 SEC が申請の承認可否を検討していましたが、2024年の1月11日に承認されました。まず ETF が何か分かっていない方のために簡単に説明すると、ビットコイン ETF はビットコインを直接購入する代わりに証券取引所で売買します。ビットコインが証券会社でも取引可能となったため、仮想通貨投資に疑念を持っていた投資家が市場に参入することが予想されます。仮想通貨市場の投資家人口が増えるとビットコイン価格の上昇も見込まれるため、投資家から注目されているのです。ビットコイン ETF 導入による市場への影響には、1、機関投資家からの資金流入が期待できる、2、価値の上昇が期待できる。今解説したことでも分かるように、今暗号資産を手に入れておくことは将来のためにとっても大切なことだと私は思っています。それをきちんと透明性を持って運用できるのがリミックスDAOだと思っているので私はやってます。
では実際にリミックス DAO の説明をしていこうと思います。最後まで耳をダンボにして聞いてね。なぜ今リミックス DAO コミュニティ暗号資産投資なのか。小資本で始められる。途中で NFT のランクアップも可能。流動性が大きい。いつでも現金に両替できる。 APY APR 括弧年利に自分の裁量の影響がない。リスクが明確であり元本以上のマイナスや追証がない。リスクの割に大きなリターンが狙える。勉強する環境がある。月額費無料の分散型システム。審査期間を通している。エビデンスがある。資金を常に自分の手元で管理できる。リミックス DAO 独自ロジックのスマートコントラクト。トークンとステーブルコインのペアの場合、デポジットするタイミングによって配分される資金の割合が異なります。真ん中より下だとトークンの割合が多くなる。真ん中より上だとステーブルコインの割合が多くなる。レンジのちょうど真ん中でデポジットすると5対5の資金割合となる。レンジが上に抜けた場合、トークンの価値が上がったことになり、ステーブルよりもトークンの買いの方が多くなるため、マイバランスは全てがステーブルになる。レンジが下に抜けた場合、トークンの価値が下がったことになり、トークンよりもステーブルの買いが多くなるため、マイバランスは全てがトークンになる。レンジアウトした場合、レンジアウトとは稼働中自動売買の想定レンジから相場水準が外れてしまう状況のことを指します。相場が想定レンジを上向きに抜けることを上方ブレイク、下向きに相場が抜けてしまう場合は下方ブレイクとみなされます。リミックス DAO を利用しない通常のケース、必ず不利な条件でレンジが生成されてしまいます。そのままの流れですぐに再度新しいレンジが形成されるため、必ずレンジアウトした時の条件よりも少し不利な条件で再度レンジを形成します。これをインパーマネントロス IL と言います。特に3時間の下落では複数回の IL に。リミックス DAO を使うと有利な条件でレンジが生成されます。リミックス DAO ではレンジアウトした際に再度レンジがなるべく有利な条件価格の反発後にレンジインします。で形成されるようにコントラクトを設計しています。インパーマネントロスが起こらないように設計手動である場合、常に相場に張り付いていないと無理。これによって APR が 0% など極端に低い日が続くこともありますが、これはインパーマネントロスを起こさないためにそのような仕様になっています。だから安心して運用がされるわけです。トークン同士のペアの場合、トークン同士のペアでも基本的なロジックはトークン、ステーブルコインペアと変わりません。イーサリアム、ビットコインのチャートを例にすると、チャートが下がっているときはビットコイン、イーサリアムなのでマイバランスはイーサリアムになり、上がっているときはイーサリアム、ビットコインとなってマイバランスはすべてビットコインになります。イーサリアムよりもビットコインの方が強いため、チャートは下落、マイバランスはイーサリアムに。ビットコインよりもイーサリアムの方が強いため、チャートは上昇、マイバランスはビットコインに。こんな感じです。めちゃくちゃ簡単でしょ。 FX でいうところの自動売買の EA みたいな感じで、今まで全部自分でやらないといけなかったものをアプリがやってくれると解釈してもらったら分かりやすいかと思います。ちなみに 0x が完全自動売買だとしたら、リスクとしては会社が破綻すること。オンチェーン出金はできますが、完全に非中央集権ではないですので。リミックス DAO は EA みたいなもので、NFT が EA 代わりになっていて、それを購入します。その後は通貨ペアも選べるし、資金ロックもないし、入れる額も自由です。ブロックチェーンと直ですから、飛ぶというメリットもリスクもそもそもありません。これ相当重要です。参加方法は簡単ですし、何より安全でしたよね。あとはプランを選ぶだけ。このプランというものがすごいんです。自動でユニスワップにステーキングして運用してくれる権利を NFT で購入します。運用する額はそれぞれの自由です。例としてある通貨ペアを選んで100万円で運用したとします。そして月利 5% 出たとしたら5万円分の利息がつくわけですが、1500ドルの NFT 権利を持っている人は 50% 還元されるので 2.5 万円。
3000ドルの NFT 権利を持っている人は 70% 還元されるので 3.5 万円。5000ドルの NFT 権利を持っている人は 80% 還元されるので4万円。1万ドルの NFT 権利を持っている人は 90% 還元されるので 4.5 万円。2万ドルの NFT 権利を持っている人は 100% 還元されるので5万円。このような還元率になっています。おすすめは5000ドルから1万ドルの権利です。私は1万ドルの権利を保有しています。絵も可愛いですし、還元率もガバナンストークンもちょうどいいと思ってるからです。500ドルはサポート対象外としますので、シュミュレーションから外します。このリミックス DAO は 0x や他の案件と違う最大の理由は、運用額を触られないという点です。FX でいうところの EA のような自動アプリを使うためのライセンスだけを提供しているため、わかりやすく言うとただのツール販売。運用額は好きな額を選び、ロック期間もない。入出金も自由自在。アプリを使わずに手動でアービスキャンで直接出金も可能。欲しい方には参加後資料を送ります。完全な非中央集権のシステムなんです。まとめると、1NFT の購入をする（プランによって還元率が変わります）。 2. メタマスクに NFT をインポート。 3. 最大5種類中の好きな通貨ペアに対して1種類のコインをメタマスクにデポジット。 4. 実際にステーキングする。これだけ。続いてリミックス DAO の特徴について。分散型であるという点。投資金をリミックス DAO に預ける必要はありません。あなたの資金はあなたが管理できます。月額費が完全無料な点。一度 NFT を購入すると永久無料でアプリケーションを利用でき、コミュニティを通じて正しい暗号資産の知識が深まります。LP の組み立てが容易に行える点。通常 LP のペアに使われているそれぞれのコインとガスに使われる BNB の3つが必要になりますが、リミックス DAO は1つのコインを用意するだけで LP の組み立てができます。またブリッジも自動で行います。ロック期間はなく、いつでも引き出しが可能な点。組み立てた LP はいつでも解除することができ、すぐにあなたのウォレットに着金します。エビデンスが確認できる点。ブロックチェーン上であなたの資産がどこの DEX で運用されているかを確認できます。日本語対応な点。アプリケーション内の日本語表示や日本語マニュアル等があり、安心して利用できます。リミックス DAO は PEC シールドの審査を通過しており、接続先の DEX も SARTEC の審査を通過した DEX のみを利用しています。一般的な DAO とリミックス DAO の違い。一般的な DAO は資金を提供した投資家がガバナンストークンを得て、その量によって決定権が決まるという仕組みになっています。リミックス DAO は段階的に DAO 化するため、いろいろなアイデアを組み込んでシステムを作り上げていく柔軟性があります。さらに DeFi といくつかの DeFi を組み合わせるコンポーサビリティも可能としています。リミックス DAO に参加された場合の資金の取り扱いについてですが、購入する NFT はあくまで権利ですので、取引する際にリミックス DAO に資金を入れる必要はなく、直接自分のウォレットと DEX 間で資金の取引が行われます。すべてリアルだからこそ、優秀なリスク回避機能は本当に素晴らしいと実感できるはずです。しかもビットコインにスワップして出金できるため、毎日出たインカムの利益を出金してメタマスクで保管しておけば、ドルコスト平均法でビットが手に入り、ビットが2025年秋にかけて上昇するとキャピタルゲインも加わるため、仮に100万円運用して年利 50% が出たら50万円が丸々利益。その50万円はビットの価格なので、仮にビットコインが10倍に上昇すると500万円になります。ちなみに元本も通貨ペアを選ぶときに、ご自身がステーキングした通貨が元本なので、イーサで入れていたらイーサも上がることが期待されますから、運用プラス元本もキャピタルで上がる可能性があるので、リスクを最小限に、利益を最大限に取ることが考えられるわけです。リミックス DAO は固定配当ではありませんので、リアルな数字になります。なので少なく見積もって年利 40% だった場合、
1万 USDT のライセンスでやった場合のお話をします。元本は1万イーサリアム、ロック期間はありません。12ヶ月間運用した場合、元本1万ドル分の ETH と配当の4000ドル分の WBTC で1万4000ドルです。コインキャピタルが仮に10倍になった場合は1万4000ドル ×10 倍なので14万ドルになります。これすごくないですか？インカムゲインとキャピタルゲインが足されることでこんなに違うんです。続いて24ヶ月運用した場合、元本の1万ドル分の ETH と配当の8000ドル分の WBTC で1万8000ドルですが、コインキャピタルが10倍になったとしたら18万ドルになります。仮にビットコインやイーサリアムの価値が5倍だったとしても、12ヶ月間運用した場合で元本の1万ドル分の ETH 足す配当の4000ドル分の WBTC で1万4000ドル分かけるコインキャピタルが5倍になったとして7万ドルになります。24ヶ月運用した場合だと、元本の1万ドル分の ETH 足す配当の8000ドル分の WBTC で1万8000ドルですが、コインキャピタルが5倍だと9万ドルになります。毎日の配当にコインの価値も加わってくるので、長い目で見た時に面白いのは確実にリミックスDAOだと思います。元本も配当もETH や BTC 形式なので、インカムプラスキャピタルのダブルの恩恵を受けられます。仮想通貨の価値が上がった場合、元本にもキャピタルがかかる。よって現物をホールドしておきたい派の人にもおすすめです。完全に非中央集権なので、私も安心して運用させていただいています。投資に絶対はないからこそ、判断基準の一つとして安心できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。こちらやりたい方は今すぐに公式 LINE にお問い合わせください。2024年から2025年の最大の仮想通貨バブルを共に勝ち上がりましょう。ちなみにネットでググると知恵袋による様々な質問やブログ等に悪い書き込みがあるので、私も検証してみたところ、アクセス稼ぎのために書いているブログや知恵袋への回答も適当なものが多い印象でした。非常に面白かったので検証していきましょう。ヤフー質問をまとめているブログがあったので覗いてみましょう。例えばこの質問について、ネットワークビジネスみたいな書き込みがあったのですが、物なしマルチと書かれていますね。これもおそらくデューデリ不足ですね。物なしではなく NFT 権利を購入、わかりやすく言うと EA です。なので EA を買っただけでは利益は出ません。NFT を買って LP を組んでステーキングするから初めて利益が出るのであって、 NFT だけ買って利益が出る仕組みではそもそもありません。これはきっとバカなネットワーカーがきちんと説明せずに勧誘した結果と言えるでしょうね。これだから私はネットワーカーがあまり好きではないです。勧誘反対。こちらも人を紹介系、アンチがいる意味がよくわかります。案件の本質が全く伝わっていなく、やり方すらもきっと正しく伝わっていないんでしょう。ネットワーカーは NFT を売った広告料が欲しいだけの人が多いので、売ったらおしまいなんでしょうね。安易に想像がつきます。ホームページで 1.NFT を購入、2. メタマスクでダップを紐付けて、そこから好きな額で運用設定、3. そこで初めて日例が出る、元本&配当ロックなし、ユニスワップから入出金いつでも可能。こんな流れです。結構簡単なんですけど、情弱ネットワーカーが目先の金欲しさに1だけ進めている模様。こんな検証結果になりました。暗号通貨に関わる方たち、もう少しマシな人が増えることを私も願ってやみません。豊かさを分け与えて人に感謝されるから自分にも豊かさが還元されるのに、皆さんもそう思いませんか？私も肝に銘じて常に感謝と謙虚さを忘れずに頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは2024年も皆様に幸あれ。またね。